んにちは。ファンキーサックスプレイヤーの藤野美由紀です。そして藤野さくらです。今日はメジャースケールに続いてペンタトニックスケールをお送りしたいと思います。皆さん、ペンタトニックスケールってご存知でしょうか？どんな音の並びのスケールなんでしょうかね。ペンタトニックスケールを知らない人でも、実はペンタトニックスケールを使ったメロディーを小さい頃からもうすでに自然と耳にしているんですよ。童謡だったり演歌だったり歌謡曲だったり、はたまたクラシックでも使われてますし、もちろんジャズ、そしてポップス、ファンク、もうありとあらゆるジャンルの音楽にこのペンタトニックスケールっていうのは使われています。なので小さい頃から自然と耳にしているのですごく馴染みやすいんですよね。はい、ペンタトニックスケールは小さい頃から聞いているからとても馴染みやすいスケールなんです。でも小さい頃から聞いているから馴染みやすい、それだけではないんです。今日はその辺を含めてペンタトニックスケールの解説をしていきますね。はい、じゃあまずペンタトニックスケールとはこのような音符です。はい、ドレミソラドって書いてますね。これ何か気づきませんか？ね、今まで練習してきたメジャースケール、これに番号をつけるとしたら 1,2,3,4,5,6,7 でしたよね。その番号をペンタにもそのまんまつけてみますね。そうするとドレミソラドなので 1,2,3,5,6 ですよね。はい、そうするとメジャースケールと比べて4番目と7番目がないことに気づくと思います。よく言われるのがペンタトニックスケールはヨナ抜きというふうに覚えてくださいって言われるんですけども、はい、その通りです。ペンタトニックスケールは4番目と7番目の音がないのでヨナ抜きね。これが 1,2,3,5,6、 これがペンタトニックスケールと言います。はい、ここまではいろんな教則本にも書いてます。ペンタトニックスケールの定義、 1,2,3,5,6、 4番目と7番目がないんですよ。はい、じゃあなんで4番目と7番目の音がないのか。はい、これをね、いつものようにオリジナル解説としてお送りさせていただきますね。じゃあその前にペンタトニックスケール、実際どんなサウンドかちょっと聞いてみてください。こんな感じです。響きです。なんかね、やっぱり心地いいというか耳にスッと入ってきますよね。なんかっていうのもないですよね。はい、これがペンタトニックスケールなんです。小さい頃からこのペンタトニックスケールが使われているメロディーを聞いていたから、聞いて育ったからすごく耳なじみがあって安心して聞ける。もちろんそれもあるんですけども、もう一つの理由いきますね。はい、4番目と7番目がないからです。そのまんまなんですけども、これね、ペンタトニックスケールっていうのはこう考えてみてください。ペンタトニックスケールっていうのは人に聞かせるためにはバランスの良い、ね、調和の取れたような、先ほど言った耳心地の良い音で構成しなければなりません。そのためには協調性のある音たちをこう選抜しなければいけないですよね。そうすると1番目、2番目、3番目ね、ここはもう全然聞いてて全然違和感ないと思うんですね。むしろそのバックの音楽にすごくフィットした感じがしますよね。これメジャースケールのね、音1個ずつ当てはめてアドリブやるやつあったじゃないですか。
あれをやりながら考えるとすごく分かりやすいと思います。1番目の音、2番目の音、3番目の音、これはスッとね、違和感なく吹けたと思います。でも4番目の音って吹き伸ばしたら気持ちが悪い、吹いてはいけないのではなく、吹き伸ばしをしてそのまんまで終わらせたらなんかね、いやいやいや奥さん昨日さ、もう駅前でさ、で続きは何みたいなね、続きがブチッと切れちゃったみたいな、そういうね会話みたいなね音じゃないですか、4番目の音ってね。なので吹き伸ばしをしてはいけませんよ、吹き伸ばしをしてそのまんま終わってはいけませんよっていうことなんですね。ちょっと実際ファの音、4番目の音だけを吹き伸ばしてスッと終わった音があるんですけど、ちょっと聞いてみません？気持ち悪いですよ。ねえ、気持ち悪いでしょ。そのまんま終わるなよって感じですよね。続きなんか言えよっていう、はい、そういう響きなんです。なので4番目の音ね、すなわち4くん4くんは協調性のないね、ちょっとあっち行きたがったりこっち行きたがったり、すなわちこっちに進行したがったりとかね、するちょっと協調性のない、こう協調性のない音なので、申し訳ないけど4くんね、ちょっとペンタトニックスケールから外れてくださいっていうことで4番目の音ね外れました。はい、じゃあ7番目の音、7番目の音はどうしてペンタトニックスケールにないのか、この7番目の音も協調性がないからなんです。これ4番目の4くんみたいに変わり者ね、なんか変なサウンドになるとかではなく、ナナちゃん、7番目の音のナナちゃんは綺麗すぎるんです。美しすぎて目立っちゃうんですよね。なのでちょっとナナさんごめんなさい、ちょっとあなた綺麗すぎるからペンタトニックスケールから外れてくださいね、また違うところで役割お願いしますね、ということなんです。なので協調性がないというか目立ってしまう4番目と7番目の音はペンタから外れてもらいました、ということでペンタトニックスケールは協調性のある耳心地のいい、ね、音だけを残して構成されたスケールなので、すごく体に耳にスッと入ってくるスケールですよ、と考えてはいかがでしょうか。すんごい分かりやすいと思いますし、すごく残ると思います。なんで4番目と7番目がないのね、理屈的に考えるよりはこのようにサウンド的に考えた方が分かりやすくないですか。はい、難しいことは何も考えないでください。ただそれだけです。じゃあこのドレミソラドペンタトニックスケールを使って、このペンタトニックスケールだけでソロを吹いてみましたので、そちらもちょっと聞いてみてください。今のソロペンタトニックスケールの音しか使っていません。4番目の音も7番目の音も一切使っていません。このようなソロを作っていく練習をやっていきませんか。どうやって練習するか、はい、メジャースケールのアドリブの練習つい最近やりましたよね。これ
この方法を使ってペンタもこのような感じでやっていきましょう。ペンタトニックスケールでアドリブソロができるようになったら、次の目標はペンタトニックスケールとメジャースケール、すなわち2つのスケールですね。もっと言うならば2色の色鉛筆ね、この色鉛筆、この2色でアドリブソロを作っていく練習をやっていきましょう。もう楽しいですよ、もう本当に楽しい、こうもうワクワクすることしかないです、アドリブソロっていうのはね。はい、もう何にも苦じゃないです。ということで、じゃあ苦じゃないアドリブソロの方法をねやっていきましょう。ということで、次の動画はペンタトニックスケールでアドリブ練習頑張っていきましょう。はい、ということでですね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。さくら、おいで、おいで、そこでずっと聞いて寝ちゃってますね。はい、じゃあまた次の動画出ましょうね。ということで、はい、今日もご視聴ありがとうございました。また頑張りましょう。